こんにちは、わびチャンネルナビゲーター森前です。さて、今日は私ども羽生宇宙亭本店で毎年11月の初め、そして春は5月の初めに行われる鑑賞会の内容をご覧いただきます。鑑賞会は年に2度盆栽の美しい季節、新緑や花の咲き乱れる春、そして秋の実りや紅葉と引き締まった松の姿、これを楽しんでいただくためにお客様皆様に門を開いてお迎えする展覧会です。中全体が皆様をお迎えする姿になっています。どうぞご覧ください。五葉松の引き締まった緑、イワシデの黄色い紅葉、さまざまな樹種、さまざまな姿、門をくぐった中でまるで日本の自然の野山、自然の風景が散策しながら眺められるように、この前提は作られています。盆栽と語らい、いらっしゃい、ようこそ。まるで盆栽が皆さんを迎えるために作られた庭園です。宇宙亭はご紹介を前にもしたように、このお迎えする応接庭園、展示場、そして応接室、中の大きな培養棚、さまざまな場所があります。鑑賞会、特にこの秋の鑑賞会を開くときには、私どもは盆栽人として一つの心がけを持っています。世界の方々、また私たちプロの盆栽を見たいという方々は、松や真柏の名木を楽しまれる方が多いです。ただ盆栽というものは幅が広いもので、昔からこの盆栽を大切に文化として育ててくれた方々は、この柿のように季節の彩り、葉が落ちていく姿、そしてさまざまな松の色、変わりゆく色、これを楽しむことを大事としました。名木だけではない季節の中の自然、自然の中の盆栽、これを楽しんでいいもんだなって思ってもらう機会、これを皆様にお伝えしたいのがこの鑑賞会でもあります。橘もどきといわれるこの木より、ややオレンジ色の木は和種、つまり日本原産としてございますが、この木はピラカンサ、つまりそこに少し洋種が混ざった日本の見物を代表する盆栽です。約50年のこの木はとても端正に作られて、たわわな実りが秋の素晴らしさを歌っています。大型の名木の印象が多い私どものこの庭ですが、このように可愛い盆栽も多くあります。欅のこの木は春から夏は美しい緑を見せていますが、ご覧ください、今秋の日差しでとても綺麗な紅葉を見せています。このような木も含めて、さまざまな道具をこの展示場に飾らせていただいています。宇宙亭庭園内にあるこの展示場は、秋を彩る、また松類の盆栽はもちろんのこと、水盤、樹鉢、そして水石、そしてエスキューブならでは、宇宙亭ならではといえる飾り道具の大切なものである各種掛け軸もあります。美術展で販売している掛け物は立派ですが、スズメが1羽、幸運、まさに一人静かな雲という書、月に狩りが降りていく姿、
鹿が一匹、それぞれが盆栽を助けてくれる道具です。すべての品物、すべての飾り道具がそれぞれが響き合って成り立つ盆栽の世界を、この中から皆さんが見出してくれたらと思って展示しています。糸魚川新箔の山鳥古木です。中品サイズでありながら、まさに竜が動くような白いシャリゲーと生きる水水のバランス、このような大きさの中にこれだけの樹層を描くものは稀と言えます。約200年の古木です。赤松の細い、まさに史上豊かな盆栽と言える木です。細い木の中に隠された樹齢は100年を超えています。古い幹肌の姿、そこには枝を落とした姿もなく、静かに揺れ立っています。中国宋の時代の文人画を生きたまま今に映し出したような味わいの深い木です。五葉松の中でも日本北部ですね、ここにある那須五葉松の葉の短い美しい木です。主幹を中心に林立する姿は、大きな松林の姿を一つの根から追い立った木が表現しています。まさに自然の縮図といえる美しい盆栽です。日本の黒松盆栽の中でも、特にその葉の美しさ、幹肌の良さからナンバーワンと言われる品質の三河黒松の太冠の名木です。まるで能の舞台の後ろの鏡松と言われる大樹の層を描き出したこの木は、名匠木村正彦先生の手によって作られました。約150年の木です。晩秋の身なりの書き姿を上手に盆栽の中で表した牢屋垣の総冠です。この細さでも約80年の時間が経っています。枝先になるその身の重さで枝が下がるような木姿、この時期にはとても嬉しいもので、多くの方々に楽しんでもらえます。世界遺産で名高い那智の滝がある那智マグロ断石です。壇上の姿を表す名山石として名高いものですが、このように天板から4段に分かれるだけの天然の景色を持つ大型の石は、現在ではほとんど見られないと言われます。中国の唐と陶器の都と言われる技巧で、今から約200年以上前に作られた小当たり腕の名器です。白銀に輝くと言われる腕の名器は、ほとんどが中国へ里帰りし、名品の鉢は日本はとても少なくなっています。京都鴨川で採取された150年を超える養石、つまり養う石で古色を増した水盤名石です。谷から降りる沢のような、湖のようなたまりの姿、水盤石の王道と言われる形は、誰もが楽しみたいものです。応接庭園から中門、歌舞伎門をくぐると、培養を兼ねた広い棚があります。大型の盆栽もあれば、商品盆栽から中品盆栽と言われる、どなたもが楽しめる色とりどりの盆栽が皆様をお迎えしています。中庭の培養亭、ここは
応接の庭園とは違う姿を見せています。夏の日よけ、冬の防寒、さまざまな設備を整えた上で、応接庭のようにようこそという姿を整えた木ばかりで見た。まだまだ手入れの途中、ここから醜い秋アヒルの子から白鳥へと姿を変える、まだ途上の道を歩む木まで、この木がどうなるのか、そんなことを語らいながらも散策できる庭と盆栽たちになっています。中庭培養棚の背中側にあるこの小品と中品サイズの棚は数年前に新設されました。可愛らしい、どなたでも挑戦できるものから、この棚から国風展、体感展、各種展示会の道のりを歩んだ木も多くあります。庭園脇にある室内収蔵室です。樹鉢、水盤、水石、卓、盆栽には衣装として欠かせないものが数多く収蔵されています。美術品であると同時に、用の美の大切な道具立てとして、お客様とこの木はこの鉢に入れようか、この石はこの水盤が似合うかな、そして脇飾りの道具立ての様々なもの、盆栽水石に欠かせないアイテムとして皆様に公開しています。さて、いかがだったでしょうか。牛久亭の秋の鑑賞会、手のひらに乗るものから見上げるような名木まで、それぞれの色、それぞれの姿で秋を謳歌しています。ぜひ皆さんも機会があったらお越しください。このような全体を俯瞰するような時もいいね、そんなことを思っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。